さあ双方向き変えまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。三重ファイヤーバード、この状況をなんとか一矢報いんと現在攻撃を展開しております。相手陣に進んだところ、相手陣43ヤードから第4クォータースタートとなります。三重ファイヤーバード、相手陣43ヤードからファーストダウン10。これはディフェンス素晴らしい、ヒロパワーを見せました。左に展開して7番にパスを投じようとしましたが、ここに21番飛び込みまして、このパスを不成功とさせています。インターセプトを狙うという非常にアグレッシブなディフェンスを披露しました。結果的にはパス不成功には終わりまして、セカンドダウンとなっております。三重ファイヤーバード、セカンドダウン10。さあここでランプレーを挟みます。何枠にボールを託し、左オフタックル付近に突入させ、約2ヤードほどゲインを果たしております。託されましたのはキャリア35番の吉田でした。千徳高校出身のプレイヤーです。ここでホイッスル。現在フィールド上のゲームクロックの方にトラブルがありました。現在その調整に現在レフェリータイムアウト入っております。私の方で 手時計として扱っております画面上の表示はあくまでフィールドの状況を鑑みながらさせ、使わせていただいておりますので、実際の時間の経過とは異なった状況に陥ります。この点は何卒ご了承ください。さあフィールド上時計の修正入りまして、第4クォーター残り7分30秒で試合再開となります。三重ファイヤーバード、サーダン8。さあここでカウンター気味のドロープレーで突破図りました。中央にランディングウォーク35番突入しましたが、しかし琉球譲りません。ノーゲインでフォースダウンに変えます。琉球このディフェンスフロント非常に素晴らしいものがあります。60番55番、さらに70番が控えておりますが、彼ら中央にそびえ立っております。66番もおりますね。彼らが非常に素晴らしいプレーを披露しております。三重フォースダウン8ですが、フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブルに入ります。さあこのワンプレーで突破なるか。成功、ギャンブル成功、ファーサー。ここで一気にロングパスに行きました。まさに強つかんというところ、クォーターバック9番奥に走り込んだ82番にこのパスを通し、見事攻撃権更新になりました。三重ファイヤーバードファーサー。
鮮やかにこの判断下し、ロングパス投じたクォーターバック9番の二高、北海道工業大学出身。そのチャンスを見事生かしましたのは82番渡辺、同志社大学出身です。さあこれによりまして三重ファイアバード、相手陣7ヤードに入りまして、ファーストアンドゴールに状況変わります。残り4回でタッチダウンなるか。さあランプレーを投入しました。しかしここはやはり琉球譲りません。ゲインなくセカンドダウンに変わります。やはり見事です。フロント陣素晴らしい、ディフェンスを披露しています。55番はカデカル、琉球大学出身。60番田中、近畿大学出身。66番は町田、広島三育学院高等学校出身。70番高橋、明星大学出身です。パス不成功、パス不成功となっています。奥に走り込んだ80番がターゲットでしたが、これはディフェンスカバーありまして不成功となっています。さあしかし三重としては何としてもこの7ヤード突破しまして得点を上げたいところではあります。琉球はこれを封じることができるか、三重その思い叶うか。サードアンドゴール、残り7ヤード。パス不成功、ナイスカバー。ここで中央へのパスによって突破を図りました。ターゲット80番、しかしそのパスに対して琉球37番カバーしまして、このパス不成功にしフォースダウンに変えます。ターゲットは80番の桐山、それを仕留めましたのは37番王子でした。海城高校出身です。三重ファイアバードフォースダウントゥゴール、残り7ヤード。ここでホイッスル。三重ファイアバード、ここで後半1回目のタイムアウトを使います。三重としてはここでどうしても得点は上げたいところです。叶うならばタッチダウンというところではあります。しかし完封を防ぐためにこのチャンスをフィールドゴールという形でキックによる3点まず上げるという形を選択としては狙える範囲ではあります。さあどちらを選択するでしょうか。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。三重がこのフォースダウントゴールで下す判断はどのようになるでしょうか。フォーメーション組んだ、タッチダウンになります。フォースダウンギャンブル、あくまで勝負にこだわります。パスは通ったが届いていない。プレッシャーの中80番にパスは通りました。しかしエンドゾーンには届かなかった。4回目の攻撃失敗となりますので、ここで攻守交代、攻撃権変わりまして琉球ガーディアンライオンズに攻撃権変わります。しかし三重の意地が感じられるワンプレーでした。80番苦しい状況をキャッチし、なんとか進まんとしましたが、しかし届かず、残り1ヤード届かず攻守交代です。琉球自陣1ヤードからのファーストダウンテン。さあ QB がいている、前がいた、どこまで行く、ハーフウェイ越えた、
さらに行く、ブロッカーいる、追いつくか、ピッケイファーサー。ここで琉球はクォーターバックが来た。ハンドオフをフェイクし、そしてクォーターバック自らがネイキッドのまま右オープンに展開。これが判断よく、相手はカバーできれば一気にサイドライン独走、そのままエンドゾーン迫らんという大きなランになりました。素晴らしい判断で攻撃権更新です。琉球ファースター、見事なプレーを披露しましたが、クォーターバックの、藤原でした。千葉商科大学出身のバイスキャプテンです。さあ一気に相手陣16ヤードからのファーストダウン10。そのままいった、タッチダウン。そしてこのチャンス一発で仕留めました。今度はランニング枠40番にハンドオフ。40番そのまま一気に左オープン独走しまして、エンドゾーンの隅駆け抜けまして、タッチダウン。琉球素晴らしいランを2つ決めまして、見事さらなる加点となるタッチダウンを上げて6点追加となっております。そしてキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ28点、三重ファイワード0点という形にスコアさらに広がっております。藤原の目の覚めるようなランの後、さらに続けざまにランニング枠40番の比嘉が素晴らしい左オープンのランを決めまして、タッチダウンを上げる形に成功し、さらにリードを広げる形になっております。ハリネズミさんのメッセージありがとうございます。今日は MK タクシーフィールドの方におられるんですね。そちらの方から琉球のこの試合をご覧になっているということです。琉球頑張れのメッセージありがとうございます。さあ琉球キックオフに入ります。三重リターンします。このリターンは三重の陣地32ヤード付近でとどまりまして、この位置からしかし三重の攻撃に変わります。さあ三重反撃になるか、自陣32ヤードからのファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。しかしやはりここは琉球譲りません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタになりまして、オフェンスは5ヤード前進しファーストダウンのやり直しとなります。三重ファイアワードファーストダウン5。クォーターバック9番パスを投じんと身構えましたが、しかしディフェンスがここで圧力かけまして、結果的にパスを投げる前に仕留められました。3ヤードロスとなりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン8。
ました。右サイドにパスプレーで突破を図りました。ターゲット7番にパスは通りましたが、しかしゲインは約3ヤードになりまして、サードダウンに変わります。しかしタフなキャッチ決めましたのは7番の白川です。ここはキャプテン、なんとか意地のプレーを見せています。ファイアワード、サーダン6パス不成功。今度は左に展開している7番にパスを投じました。しかしこのパスはわずかにそれまして、パス不成功、フォースダウンに変わります。三重ファイアワード、フォースダウン6、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル入ります。パス不成功。ここで奥走り込んだ82番にパスを投じましたが、今度は三重、琉球譲りませんでした。パス不成功に終わらせ、フォースダウン失敗、4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代、攻撃権変わりましてテイクオーバー、琉球ガーデンライオンズに攻撃権変わります。さあ相手陣36ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。パスいった、タッチダウン。ここで琉球一気にタッチダウンを狙いました。奥にワイドレシーバー29番走り込み、そのパスを取りました29番ディフェンス振り切って、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。ここでツーミーツウォーニングに入ります。さあ試合最終盤に入りましてのツーミッツウォーニング、その直前に琉球鮮やかなパス攻撃でタッチダウン上げまして、さらにリードを広げる形に成功しております。三重としては何としても一矢報いんと非常に様々な策講じまして、相手の陣地を脅かすシーン多々ありますが、しかし得点には至っておりません。残り2分間の攻防でこの状況に何らかの変化が生じるでしょうか。これよりそのツーミッツウォーニング間もなく解けます。試合再開です。琉球ガーデンライオンズトライフォーポイント。キック成功、1点追加、琉球ガーデンライオンズ35点、三重ファイアバード0点とスコア広がっております。鮮やかなパスでした。ポケットある中、クォーターバック7番奥に走り込んだワイドレシーバー29番にパス、これを29番ディフェンス振り切ってキャッチして、一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウンになりまして、さらにリードを広げた形に成功しております。見事なキャッチ決めましたのは29番の中村でした。城西大学出身のプレイヤーです。さあその得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。さあこの判定どうなるか。
三重がボールを抑えました。したがいまして三重の攻撃という形に変わります。琉球ここでキックオフリターンを避けるために短いゴロのキックを蹴りましたが、この時に三重がそのボールの確保に手間取りました。結果琉球のカバーが追いつき、あわや琉球がそのままボールを獲得せんかという状況でしたが、しかしなんとかこれは三重を抑えまして三重の攻撃権という形に変わっております。現在審判団その状況の全員の再確認をするため協議をしております。判定覆りました。確保したのは琉球でした。結果的にはオンサイドキックが成功した形になります。オンサイドキックは最初にご紹介した通り、キックオフした人により10ヤード以上前進していれば双方どちらが取っても構いません。先ほどはファンブルありましたが、その有無に関係なく琉球にも攻撃を獲得する権利はありました。そして最終的に抑えた琉球がその獲得をしましたので、琉球が攻撃する形になります。琉球結果的に相手陣36ヤードからのファーストダウン点に入ります。琉球ファーストダウン10。さあ抜けた、ナイスラン、ファーストランニングバック3番ハンドオフを託されまして中央突破、相手のディフェンスの隙間を塗って一気に独走、10ヤード以上突破しまして攻撃権更新です。琉球ファースト。見事なランを披露したのは3番の池口でした。日本大学出身。さあ琉球相手陣15ヤードからのファーストダウン10。パスいった、タッチダウン。ここで琉球一気にパスでタッチダウンを上げました。クォーターバック7番ポケット止まり、中央切り込みまして、切り込んだ13番にパス、13番ディフェンスを振り切りノーマークの状態、そのままそのパスを取りましてエンドゾーン着地してタッチダウン。琉球ガーデンライオンズ6点追加となっております。このキックは失敗です。トライ4ポイント失敗となりまして、琉球の得点は6点止まり、琉球ガーデンライオンズ41点、三重ファイヤーバード0点と、しかしそのスコア広がっております。ここはオフェンスラインも素晴らしいパフォーマンスを披露しました。長いプロテクション確保しまして、その間に振りきましたワイドレシーバー13番にパス、13番ノーマークでこのパスをエンドゾーンでキャッチしまして見事タッチダウンになっております。そのタッチダウンパスをキャッチしましたのは失礼しました、琉球ガーデンライオンズ13番のマルオラン。ロバート・マーシャル・ユニバーシティ・オブ・シカゴ、シカゴにあります大学の出身のプレイヤーです。29、非常に若い選手でもあります。さあオンサイドキックいった、しかしこのキックは幸いにして外で出ましたので、結果的にはこの場合はリターンチームの三重の攻撃権という形に変わります。選手に当たりましたのでこのキック自体は反則ではありません。つまりファンブルロスとしたボールが外で出た格好と同じ扱いになります。所有権はこの場合はリターンチームになりますので、リターンチーム三重ファイヤーバード自陣26ヤードからの攻撃という形になります。
さあ三重ファイアバード自陣26ヤードからのファーストダウンテ、さあ中央へのランプレーを投じます。しかしこのランは琉球やはり譲りません。ノーゲインという形にしましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ここもランプレーを投じました。しかしここで琉球73番ワンハンドタックルしましてこのダウンを阻止し3ヤードロスに変えております。非常に力強いパフォーマンスを披露したのは琉球の73番のゲイブ・エドワーズです。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ41点、三重ファイアバード0点、琉球ガーデンライオンズ勝利となりまして、連勝続く形となりました。しかし奮闘しましてこの一戦、なんとか戦という意気込み感じる戦いでした。結果的にタッチダウン上がりませんでしたが琉球を脅かすシーン何度もありました。ナイスファイトでした。そして琉球この試合勝利しまして見事4勝目獲得です。そしてこの時点で2位以上確保となりました。次の目安戦こっちに行きます。また応援よろしくお願いします。そして全勝を目指さんと意気込みました。ナイスゲームでした。はい、撤収、チャチャ行こう、チャチャ。そして三重も非常に素晴らしい戦いをありがとうございました。次節最終節白星目指して奮闘を期待します。ナイスゲームでした。双方とも立ち位置違いど、しかしアメリカンフットボール浮きうままならない遠方地にありながら素晴らしいチームを牽制しこの戦いに挑みました。素晴らしい戦いをありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。
それは高校大学で名を轟かせたスタープレーヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものなのかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ、この試合は果たしてその物語の何ページ目に記されていた物語だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで一旦終わらせていただきます。この後に続きます第4節の残り2試合も続けましてアカウント変え配信させていただきます。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可と、そして X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご賛同いただきました、ご協力いただきました方々、皆様ありがとうございます。そのおかげでこの試合を実況配信させていただきましたのは私、道楽弥一でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。